始まりました。活弁シネマクラブ、この番組の MC を務めます映画評論家の森永と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、なんか年末特番その1みたいなスペシャル感が漂ってるんですけども、ゲストをご紹介いたしましょう。愛新聞記者ドキュメントの森達也監督と川村光のプロデューサーです。特番その1なんですか？いやいや、そのには何なの？今ノリであるかもなって思って言ったんですけど、特番って言って1から5ぐらいだったの。特番じゃない。いやいや、でもそれぐらいちょっとね、あのこのごつい顔合わせで、僕今日あの川村さん、あの初対面で、どうぞよろしくお願いいたします。はい、花がないですよ。いや、花がなくてもなんか別の迫力があるんで。絵面が汚い。まあちょっと男臭い感じで、じゃあ今日はちょっといろんな話できたらなと思ってるんですけども、はいはい。森監督は、活弁シネマクラブ2回目の登場となりまして、まあ、あのチョン・ウィスさん舞台、あの演出の舞台の、エダー肉のスペシャルゲストとして。あれは舞台でしたか？はい、舞台ですからね。あのいわゆる映画の本ちゃんでは今回、まあ、初登場と、はい、私 MC の時は初登場というぐらいになります。で、川村さんはあの、まあ、説明不要かと思うんですが、もうあの長年のいろんなものをこう享受してきた、トレインスポッティング翻訳本から始まり、最近ではね、本当にもうあの家族の国、アーコーや愛しのアイリンズ、そしてあの、今年の6月大ヒットした新聞記者、までもずっとプロデュースされております。で、あの映画新聞記者を女装に過ぎなかったというこの愛新聞記者ドキュメントまでプロデュースされている、まあ、偉大な方でございます。というわけで、ちょっと本題にいきなり入っていきたいんです。ですね、ちょっと前提としてお話しさせていただいたいのが、僕はまあ、達也さんと森同士なんでお呼びしてるんですけども、ちょっと達也さんと呼ぶのはテレビ東京の加山茂樹さんに寄せると、僕と沢村河内守さんの2人だけということらしいんですけども、まあ、お気になさらずに。いや、親戚にはいっぱいいますけど。まあ、身内以外だと。昨年 の、 9月1日にバンクシーのイベントで、うん、前ご一緒したんです。下北 の、 B&B で。で、その時に達也さんが、次に、いや、劇映画撮るんですっておっしゃってて。うん、そう。で、何撮るんですかって言ったら、いや、盛りかけ問題ですよっておっしゃってたんですよ、イベントの時で。と思ってたら、さすが早いなと思ってたら、実はそうにはならなかったわけですよね、うんうん、結論から言うと、はいはい、ちょっとその辺からちょびっとお聞きしたいんですけども、その時に言われていたものが、藤井道人監督の新聞記者になったということでよろしいんですか？そうです。そうですか。はい。それで、なぜそうなったんですか？まあ、最初に川村さんからその、まあ、フィクションをね、はい、ドラマを撮らないかと言われて、うん、まあ、望月さんの原案をモチーフにした映画だということで、はい、ただもちろん彼女の話だけでは映画にならないですから、うん、やっぱり一応脚本にしなきゃいけないんで、いろいろね、まあ、はい、練ってたんですけど、うん、多分その頃に B&B で直人さんにはそういうふうに言ったのかな。はい、まあ、結局、まあ、諸事情ありまして、僕はドラマの方は降板したんですけど、うん、ただ川村さんからはその前に両方、ドキュメンタリーとドラマ両方できないかって相談されてて。あ、なるほど。うん、両方、その時は断ったんですよね。それは無理ですね。うん、今ドラマに専念しますって言ってたんだけど、まあ、じゃあ一つそれが消えたから、じゃあドキュメンタリーやろうかなっていう感じで。だからまあよく聞かれるんですよ、なぜ望月さんをあなたは撮ったんですかって、うん、あと答え、一番正確な答えは女装がついてたんで、なるほど、その勢いで撮りましたっていうのが一番正確かな。いわゆる劇映画、望月さんをモデルにした劇映画を撮ろうと用意してたっていうところ、まあ、という、まあ、うん、アイドリングしてたんで、諸事情っていうのは、あれですか、うん、そんな大きな事情なんですか？そうでもない。降りるからには小さくはないですけど、まあでもいろいろね、それは、諸事情ですね。なるほど。川村さんとしては、その両方を達也さんが撮ったら面白いなと思うところは、まずその心はっていうところがお聞きしたんですけど、どういう発想だったんですか？あ、そうですね。まあ、2つ、同じテーマというかね、うん、で僕
キュメンタリーと劇映画を一緒に公開したら面白いなと、うん、世界で初だな。なるほど、うん、でまあ、あの目立そのテーマを、まあ、目立って目立させたかったっていうんです、ね。なるほどなるほど。やっぱり、うん、世間へのインパクトを大きくしないとっていうのが、特にまあ、あのこういうテーマですから、うん、なかなかそのマスコミが取り上げないだろうっていうのがありましたので、うん、まああの、まあ、口コミでそういうこの今までないのをやることによって、うん、まあ特にそのこういう私はまあ小さな映画よりも大きくやりたいという、多くの人に見てもらいたいし、うん、あの数万人の人が見ても、うん、まあ、インパクトない、うん、やっぱり何十万人という人を相手に、とりあえずこの、うん、この映画というか、このテーマをですね、うんうんうん、やらないと意味がないというか、うん、なるほど、うん、ということです。いわゆる映画興行という発想というより、本当にもう社会に影響を与えるものを出すにはそれぐらいのインパクトがいる、そうですね、うん、とかお考えになってスタートされた。そうです。これがね、いやすごい面白いなと思うんです。で、あのこれだからもともと別に達也さんの企画ではなくて、最初にその望月さんをあの、まあ、あの新書がね、あの新聞記者という新書が出たのが2017年10月かな、だから早い動きだと思うんですけども、まあ、言ったら2017年ぐらいからじゃないですか、その望月さんがそのスター、ある種のスターシンボリックな存在としてこうガーッと上がられたのは、やっぱりそこはこれはその目の付けどころっていうところで言いますと、あの川村さん、これは映画にすべきだっていう確信がそこであった。はい、というか、望月さんというのはなかったんです、最初。あ、そうなんですか。そうじゃ、あのそうではなくて、現状の今の政治状況っていうんですか、うん、現政権っていうんですか、はい、これはもうどうにもなんないなと、これは、うんうん。ちょっと今までの歴史の中では、うん、特に戦後の中では、うん、まあ、異常であるというふうに思ってるし、このままではちょっとかなりまずいと。まずいということが、まあ、モチベーションですよね、大きなね。で、それで何をテーマにしたらいいかっていうところで、うん、やっぱりあの、映画になりうるっていうか、うん、何がいいかなと思って、最初はね、実はね、あのブラックボックス、お要するにしおり伊藤詩織さんの、はい、あっち側ですか、あれをなんとかできないかなと思ってたんですね。なるほど、なるほど。で、でもまあ裁判中だし、うん、まあ、なかなか大変だしね、うん、題材が題材だから、うんうん、と思って、で、まあ、この題材ってのはなかなかですね、うん、日本ではあの受け入れられないというところもあるんですけど、なんかやれたり、これやれないかなと思ってたところで、うん、ちょっと難しいなと思った時に、あの新書が出たばっかり、なるほど、まさに2000そしたらバッと売れてるということ、うん、まあ、これは言ったらその伊藤詩織さんの件にも望月さんを通してアプローチできるっていうところもある。そうですね。そう、それで僕あるところで産んだんですけども、それを思いつかれて、最初にその、映画評価で元文部省、あの最近映画プロデューサーでもある寺脇健さんにちょっとあのご連絡されたっていうふうに聞いたんです。これはそういうことなんですか、まず。というか、前川さん、はい、はい、出てくる寺脇さんの後輩に当たる、はい、森掛記録文書の確認を、まあ、公表した後、ちょっとまあ出会い系バーなので、で前川さん、うん、あ、望月さんに前川さん、はい、はい、はい、と言ったら前川さん、うん、あ、で寺脇さんも一緒に来たって、うんうん、そういうことです。あ、というか、まあ、寺脇さんは映画、あ、そうだと、寺脇さんも、うんうん、ということで、なんか連絡したのは確か望月さんから寺脇さんと前川さんに両方連絡して、なるほど、なるほど。で、まあ、前川さんはあんまり映画のこと知らないでしょ、うん、だから、まあ、おそらく寺脇さんに相談したと思うんですよ。あ、なるほど、なるほど。多分ね、多分。なるほど、なるほど、うん、で、あ、なんかわけのわかんない、うん、ということで、なんか会いたいと言ってきてるけど、うんうんうん、っていうことで、まあ、ということですね。その時点ではまだ達也さんは全然知らされてなかったわけですよ
ね。多分その後ですよ、うん、その後か。じゃあ早かった、うん、でもあれですもんね、その劇映画をじゃあ望月さんでやるっていう発想、まあ最初なんか両方っていうのはお断りになった、うん、そうですけども、その劇映画ならやるっていうのは、その心はどう、なぜだったんですか。ドキュメンタリーじゃなくて、うん、まあ、3年前にフェイク発表して、はい、まあ、再三言ってることだけど、はい、まあ、僕の中ではドラマ、ドキュメンタリーそんなに区別してないので、ね、うん、だからチャンスあればドラマを撮ろうと思ってて、確かにずっとおっしゃってますもんね、うん、チャンスあれば撮りたい。そうそう、だから、うん、フェイクの後に1本テレ東でドラマ撮ってるんですよ、はい、うん、ホラーですけどね、はい、まあ、でそれもあったし、まあ、次やっぱり劇場でもし撮るんならドラマ撮りたいなと思ってたので、うん、で川村さんからそんな話をされたので、じゃあやりましょうかっていうことにはなったっていう感じですけど、ね、うん、なるほど。ちょっと突っ込んで聞きたいんですけども、まあでも結果的に、あの6月に公開された新聞記者という映画が先に出来上がったと、うん、あの、まあ、いい映画ですし、うん、あの興行的にも成功しましたよね、うんうん、でもその達也さんからすればああいう形を目指してたわけではちょっとなかったということですよね。いや、大きな形はあれですよ、同じ、うんうん、でも違うアプローチを考えていたけど、まあ細かなところはね、ちょっといくつかありますけど、大きな形はあのストーリーラインだって、あれはまさしく僕も一緒になって作ったストーリーラインですから。ああ、そうなんだ、うんうん、企画協力でクレジットされてましたね、そっかそっか。でも脚本もじゃあ結構実際はあの新聞記者には絡んでたと。そうですね、あと僕以外何人も脚本家も一緒にいろいろやってましたけど、うん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 、出来上がった作品はいかがでしたか、うん、まずね、あのやっぱりこういう政治批判、社会批判の映画って日本にないんですよ、とにかく。だからそれはちゃんと普通に興行できるんだっていうね、うん、こんなの別に口に出すまでも当たり前のことなんだけど、その当たり前のことをずっとやってこなかった邦画界に対しての大きなインパクトと実績を作ったっていう意味では、僕はすごく意味ある作品だと思いますよ、はいはい、あ、これやっていいんだってふうにきっとあれ見て思った人たくさんいるだろうし、うん、やっていいんですよ、当たり前なんだけど、どうもやっぱりなんか身をもって示さなければ分かんない人がどうも多いらしいので、その意味では身をもって示したなっていうのが非常に、歴史的な作品だと思います、うん、そのでしかもあのちゃんとヒットされて、 でも並行してもドキュメンタリーはもちろん撮られてたってことですもんね、うん、時期的には、うん、あ、まあ、あっちのクランクアップが終わったぐらいかな、こっちが撮れた人。あ、そうなんだ。違うか。そうです、そんな感じですよね。じゃあちょうど交差するような感じで。そうです、うん、じゃあ川村さんの中ではなんかこのいわゆるフィクションとして撮ったものと次バトンをつなぐような感じでこの新聞記者ドキュメンタリーに移ったっていうようなイメージがある。まあ、あの、そうですね、あの編集もう編集始まる前、うんうん、じゃあ撮りましょうかったんです、うん、でも編集中も、まあ、ずっと並行的で、なるほど、僕としてはあのこれがね、まあ、こっちの方がね、うん、なんか面白いな、こっちの方でガーンとこうね、うん、もう一回やるってなんかすごい、うん、ワクワクしながら待ってたって。でもそうです、そうですよね、なんか僕もそのなんかちょっとテイストがやっぱり変わるじゃないですか。で2段階あって、あの、ああいうそのすごくメジャーなところに行けるあの話題作が出た後に、しかもかなり挑戦的なこういうコアなものがドンと出てきたっていうこの2段階はすごくいいなと思ったんですよね。でもまあ図らずも達也さんが劇映画を降りたことでこういう流れが、うん、できたってことですよね。しかもあのシムウンギョンさん演じるその新聞記者のヒロインと望月さんって全然キャラクターが違うじゃないですか。あれっていうのはその達也さんが絡んでた脚色の時でもうちょっと本当に現実をあれぐらい変換するっていう形のバランスに落ち着かれていったんですか。当初、まあ、もうフィクションにする段階でだって、まあ、望月さんそのものをメインにしちゃうとやっぱりどうしても話の起伏が、うん、映画的な起伏が作れないですから、だからもう一人誰か設定すべきだなっていうのはありましたから、だから、まあ、松坂さんともう一人だから新聞業を演じるところの、うん、望月そこに憧れた記者とか、ね、あ、うん、そういう風にしないことにはストーリー作れないので、うんうん、あの辺はだから僕もその噛みながら脚本を作ってましたけど。そうなんだ、それ面白い話だな。達也さんと望月さんのファーストコンタクトっていつだったんですか。ね、4、5年前だと思うんです。彼女 の、 あの、うん、武器輸出と日本社会っていう本が、うん、最初の著書ですね、はいはい、一番最初の本なのかな、はい、であれの確か帯のコピーを依頼されたんじゃなかったかな。で本読んで、うん、
なかなかすごいなと思って、うん、しかも現役の方が書いてるわけですから、うん、現役の記者であればいろいろ本当はね、影響とかあるいは今後の自分の仕事のことも考えるポジションのはずなのに、うん、かなり忌憚なく書いてるんでこれはすごいなと思って、うん、帯分書いて、うん、でその後にそれの出版 パーティーほどじゃないけど、まあ、イベントがあって、うん、そこで初めてお会いしたんですよね、うん、それ4、5年前です、うん、結構前ですよね、でもそうです、ね、まあ、帯分のあれがある、うん、誰も結びそこなんか知らない頃ですよね、うん、印象はその時のよく喋ってよく動く人だなってそれはずっと変わんないけどね川原さんもそうですか、望月さんの印象っていうのはやっぱり映画に映ってるようなこのアクティブな印象っていうのが最初にあったって感じですか、まあ、いや、全くそれは、全くそのどういう人かなと思って、うん、最初に会って、はい、あ、僕は最初のインスピレーションっていうか、うん、そういうのを大切にするんですけど、はい、あ、この人はいけるなと、つまりいけるなというかおかしいけど、あらゆる面で、はい、まあ、いろいろとね、協力していく、うん、一緒にいろいろ仕事でやっていけたらというような、印象を受けました、ね。一つにはでもスター性があるっていう言い方は正しいですか？そうですね、うん、使えるぞっていう感じが、そうですね、プロデューサーの目としては。それね、でも僕は今回の映画、まあ、大変面白く拝見したんですけども、やっぱりなんかね、それがまず来ましたね。特に映画を見てそう思いましたかね。で、ちょっとその、掘って聞きたいんですけども、例えばこれまでの達也さんの、まあ、例えば A にしろフェイクにしろでもいいんですけども、まあ、荒木宏さんにしろ沢山浩司さんにしろと、ね、被写体とそのカメラとか達也さんはすごい近いじゃないですか。部屋の中でべったり撮るシーンが多い、うん、でコミュニケーションも多くて、なんだろう、このコミュニケーションの中で何か発生していくことをこうある種連鎖させて撮っていくっていうようなイメージがあったんです、うんうん、でも、今回は違うなと思ってて、まあ、それはその官邸の記者会見に入れないっていう、まあ、この映画のすごく、まあ、ある種面白いところでもあるんですけども、あれはカメラを他に託したってことですよね。で、菅義偉官房長官との望月さんとのその対決シーンが多い。で、それが、まあ、一つの見せ場になりつつ、他のシーンもそのいつもよりは比較的距離をちょっと置いているようにも見えたんですよ。で、ちょっとこの辺をまずお聞きしたかったんですね。狙いじゃないですね。まあ、結果的にそうなったんだけど、うん、まあ、官邸のあの映像は別にあれですね、公式の映像ですから。それは完全に公式なんですか、うん、だから誰もが見る気になれば見れるもの。でも多分しっかりと凝視、ましてやあのサイズで見る人はほぼいないでしょうから、うん、まあ、違うものは当然出てくるわけでね、うん、あとはまあ途中からもうこれ自分自身も補助線としては被写体になった方がいいかなっていうのは、うん、思い始めて、はい、まあ、大体僕これまでやっぱり自分は隠すべきじゃないと思ってるんで、どっかで出ちゃうんですけど、うん、まあ、だから今回もそうなるんで、まあ、助監督にカメラ渡してね、だからその撮ってくれと、こちらも望月さん撮りながらこちらも撮ってねみたいなこと伝えて、まあ、だからその辺りでもしかしたらこれまでとは違う距離感に見えたのかもしれないですけど、やっぱりその公式映像を、うん、公式映像をそもそもあれだけがっつり使うという判断自体初めてじゃないですか。ですよね、うん、ちょっと僕はそこはどんなもんかなと思ったけど、でもまあ他に撮れないんじゃしょうがないと思ったし、うん、あとおそらく、まあ、これまで荒木さんであったり沢村浩司さんであったり、うん、科目ですよね。だからもう近づかざるを得ないわけですよ、ね。はいはい。望月さん別に近づかなくてもう大声で叫んでくれるし、うん、自分から寄ってくるから、うんうん、別にこちらからカメラ手に近づく必要全然ないしね。だから川村さんがおっしゃったさっきのファーストインパクトの話と合わせると、結構僕この映画の今の構造といいますか性格みたいなのが見えてくるなと思ったんですよね。つまりそのまま動いているだけで立つ方ってことですよね。で、僕は映画秘宝の達也さんと町山智博さんの対談で、うん、町山さんがむしろその新聞記者の劇映画よりこのドキュメントの方が劇映画っぽく感じましたみたいなことをおっしゃられてて、で僕も
今回その最初に劇映画っていう依頼があったせいなのかどうかわからないんですが、すごく劇映画的なものとして見たんです。で、その劇映画的なものっていうのは、その心は何かというと、まあ、対象への距離感なんですよ。これまではとにかくその達也さんが動かないと映画が動かないっていう感じだったんだけども、これはもうそのスターを撮ってるっていうところに基盤を置いてる。だから見え方っていうか文体がすごく変わったなと思って、その辺っていかがですか？それは大きいかもしれないですね、距離感は。あとそれに加えて言えばやっぱり編集を少し変えたんで今回は、はい、まあ、例えばあのラスト近くのカットバックとかね。そうですよね、劇映画ですよ、ね、ドキュメンタリーじゃ多分ああいう編集しないと思うんだけどもうしない、今回も最初から編集やる前からもうそういう編集にしようと、そういうっていうのは要するにこれまでにないね、まあ、だから、一般の人が日本のドキュメンタリーについて持ってるイメージの編集とは違うことをやりたいなと思ってたんで。それはなぜですか？飽きたから飽きちゃった、まあだって別に、まあ飽きるも何もやっぱりいろんなことやりたいんです、そもそもね、たまたまなんか同じの続いちゃったなっていうのが自分の中にあるんで、じゃあ今回違うことやろうと。その飽きたっていうのとその望月さんっていう被写体の強さっていうのはまあ関係ありますか？あるかもしれない、自分の中では明晰に意識にしてないけど、もしかしたらまあ、あの望月さんっていう被写体との関係性があるからこそこういう編集にしようと思ったのを自分の中では飽きたんだっていうふうにもう翻訳してたのかもしれないし、こういうね、Q&A ってあんまり意味ないんですよ。もうどこまで正直に答えてるか、なるほどね、分かんなくなってくる。だからこの、あの対話はちょっと行間を読んでいただくという、そうですね、感じになるかもしれないですよね。はいはい、今、点々点っていう川村さんのこれ点々点に何があるのかっていうことをですよ、ね、むしろね、喋ってもらった方がいい。今何を考えてるのかなって。でも本当に僕その、だからそれは結構びっくりしたところで、なんて言うんでしょうね、例えばそのスティーブン・ソダーバーグ監督、ジュリア・ロバーツ主演でハリウッドリメイクされてもおかしくないような作品だなって思って。で、なんか望月さんって子供の頃アニーの舞台に出られてたんですか？みたいですね、それは、まあ、本人も書いてますけど、だからそのなんか女優性っていうのがなんか基本にあるのかもしれないですよね。それは川村さんもちょっと最初の感じられたところだって。だから出したいなと思いました。ああ、そうなんだ、というふうにちょこっと思ったけど、まあ、なかなか、まあ、いずれにしても今までドキュメンタリーは、まあ、本当に小さな劇場でやって、それをどんどん広げていくっていう、そういうスタイルですよね、私はもう最初から、このドキュメンタリーは、バッとやろうと。つまり、あのドラマの新聞記者からさらにこう継続して、もっと大きく続どんどん次にバッとやっていこうという、そういうこう狙いがあって、まあそういうことをこうなんか要するに森さんとはちょっと、まあ大きくやりたいんだと、もっともっと大きくやりたいんだということでですね、まあ多くの人に見てもらいたい。これがもうこの映画の私の思いですね。だからその思いと達也さんの今までの編集とは違う秋田、もうちょっとその劇映画的なカットバックをやるとかっていうのを全部絡んできてるってことですよね。どうかな、川村さんにだから最初にいやもうシネコンでこれだけもう40巻50巻やるぞって言われて、頭おかしいんじゃないかそんなことできるわけないやんと思ってたけど、やっちゃいましたから、やっちゃいましたからね、あとちょっとあの望月さんの女優性についてはね、はい、まあ、彼女のお母さんがすごく熱心で、言ってみればそのピアノとかお稽古ごとに通う延長みたいな形でなんかそういうオーディションを受けたりしてたらしいんですよね、で僕もそれは事前に本読んで知ってましたから、下手すら邪魔だなと思ってたんですよ、そういう部分がね、見事にないんですよ彼女は、むしろ。なるほど。どう取られようが平気みたいな、100% の素は僕はカメラある限りはありえないと思うけれど、限りなく巣に近くなっちゃって、コントカメラ意識しなくなる人なので、普通もうちょっとなんかこう見せたいとかね、あ、このカットダメみたいなのが一切ないし、逆にだからそれは肩透かしというか、
そういうなんていうか、そういう意味での自己顕示の方向がほとんどないですよね。ああ、そう面白いですね。うん、今だから監督がおっしゃられたのは女優的自意識っていう部分ですよね。うん、それはないんだっていう。あれほどない人もちょっと珍しいと思うぐらいにないですね。実はそこもすごくお聞きしたくて、お二人 の, その映画を作る側のアプローチとしては、この人の女優力だったりスター性、あるいはそれは天性のものかもしれませんが、そういうものを求める。ただその望月さんご自身はいつもの活動を必死でやってるだけですよね。だからそこ の, あの距離感っていうのも出てる気がしたんです。あのこれまでと違う距離感ですよね。その距離感のまま映画にしたものだっていう気がするんですよね。それがこの映画の強さだと思うんですけども、その辺のコンセンサスというか、どういうその彼女とのコミュニケーションがあったのかなというのをすごくお聞きしたかったんですけど、あの映画を撮るってことにあたって望月さんはその辺どうだったんですか、感じですか。あのドキュメンタリーはどっちでもいいですけど、私はもう、うん、あの筋書きのないドラマに、ドラマだと思ってます。でもうこれはもう森さんに全部任せるしかないです。そこで、まあ、望月さんにはそういうことだと思うというふうに思ってましたね。ご本人、望月さんご本人はいいっすよみたいな。いいっすよ。だから そこら辺もどういうものにできていくかっていうのが、あの自分自身、そのさっき言った自意識というか、こういうものを取ってほしいなっていうのはなくて、きっと、きっと、あの、なんていうかな、まあ、映画という実はあっちのドラマの方も彼女を監修してもらってるんですね、いろいろ、はいはいはい、新聞記者だとかこんな感じだとか、その時にまあ映画の現場を見て、うん、まあ映画ってこんな大変なんだとかものすごい過酷だとかいうところをこう感じ映画を作ることに対、映画というものに対してものすごくやっぱり彼女が、うん、あのまあ何ですかな、敬意を表する。それはいいですね。そういうものをまあ感じたがゆえに、映画作りに対してものすごくやっぱりあの興味というかを持ちいったわけですね、劇映画作り。だからその気持ちがそのままこうスッとこっちへ行ったと思うんですね。それだから本当クランクアップしてこっち側に入ったっていう時系列でいうとすごくいい話です。何しろ現場によく来ました。私より行ったらしい。あ、そうなの。私なんかもう2回ぐらいしかね、現場行かない主義なんですよ。なるほど、なるほど。あの、2回しか行ったんですけど、彼女はね、もう何回も毎日行くぐらい。すごい。興味あるんですね、じゃあ。そうそう。あと監督がね、頼りにしちゃって。藤井さん。うん。まあ、新聞記者って全く分かんないじゃないですか。どういうものか。ああ、確かに。イメージとして。全く分かんなかったんで、すごい。ご本人がいると、そうですね、いるとすごくこう落ち着いてできるっていうか、うん、自信を持ってこう演出できるっていう。なるほど。え、達也さんはじゃあその新聞記者の撮影現場に行かれたとかはあったんですか？いやいや、そっちはないです。そっちはない。うんうん、影響を受けられたタイミング的にその。あのご自身が捉える前の新聞記者に影響を受けるようなタイミングってありました？まあでもね、そういう意味では別物ですね。だから直接的な影響っていうのは特にないと思うけど、ただもちろん、まあ、違う言い方をすれば、はい、あらゆる影響を受けながら映画撮ってますから、うん、だからもちろんやっぱり、実はこのドキュメンタリーバージョンの中には、うん、その新フィクションの方の新聞記者の初号記者の様子なんかも全部撮ってるんですよ。で僕もそこに行って撮りながら、まあ、状況、その映画も見てますしね、まあ、その前から見てましたけど、だからやっぱりそれは、まあ、やっぱりある意味で自分の中では、まあ、続編ではないけど、やっぱりそれはちょっと意識しなきゃなっていうのもあったから、あった。それはやっぱりまだ自分の意識でちゃんと整理できてないだけで、影響はいろいろ受けてるとは思いますけど。結構その見る側からすると、その横断歩道がクライマックスになってるとか、なんかちょっと本当にセット感があるなと思ったの。今言われて気づいた、確かに。あ、そうです。なるほど。そこはそうじゃないんだ。意識してなかったけど。そっか、意外です。分かんない。でももしかしたらどっかでやっぱり人の潜在意識って侮れないからどっかにあったのかもしれないですね。なるほど。 今言われて気づいた。なるほど、オーダーホールをね、うん、で一方すごくその森達也らしい
といいますか、これまでの感じの延長で面白いなって見れたのは、やっぱりあの森友学園の籠池ご夫妻のインタビューしてる部屋、部屋ですよね、やっぱり。あの部屋に行くと、本当達也節がすごい出ますよね。狭いとこ好きなんですけど、まあでもあれはまあ会議室なんですけど、ね、ああそうかそうか、本当はまあお家に来たかったんだけど、差し押さえなんですよね、もうね。だからもうお家には入れないので、まあ、国子の策であの場所にしたんですけど。そういう流れがあって、うん、あの会議室になったんです、うんうん、あのシーンでも傑作ですよね。ちょうどこれぐらいの距離で。うんうんうん、まあ、なんか劇場ではみんなあそこで大笑いしてるらしい。いや、僕もかなり爆笑。うん、なんかあの、結構、だからなんて言うでしょう。まあ、理事長のね、あの、安則さんにこう、まあ、彼が、いわゆる私は新生保守であるっていう、はいはい、あの自分の思想信条を語られた時に、達也さんがそれほとんどリベラルじゃないですか。うんうん、このなんか一番欲しい言葉をこうパッと当たれるあの監督のねこの感じ、いやすごいなって思ってたんですけどね、うん、あれってでもなんか乗ってるシーンに見えるんですよ、監督として。そうですね、うん、もう独断状感じ、うん、そうかもしれないね、あそこのね、うん、なんか楽しげですもんね。楽しかったですよ、ね、奥さんがまたあの大阪のおばちゃんっていう、うんうん、あれみんなすごいなんか好きになりそうな。いやとてもいい、うん、あのいや好きになって全然いいですよ、僕も好きになりましたし、うんうん、なんかそのエラニクのその活命シナクラブに出てられた時にもちょっと語られてましたけども、うん、まあ、あの主戦場という、まあ、優れたドキュメンタリー映画に触れて、はい、その映像ならではの情報量ということについてちょっと語られてたんですよね、うんうんうん、その時達也さんがやっぱその文章ってそのある種なんていうんでしょう、コントローラブルな、うん、まあ、自分で操作可能な表現ではできない、その多元性みたいなものが、うん、あの映像でパッと映すと、はい、いろいろ出る、うん、あのシーンはまさにそうですよね。そうですね、うん、まあそもそも映像ってそうだけど、特にそういう部分が凝縮されてるかもしれないですね、あそこまで、うん、で、さらにひっくり返すと、あのシーンはすごくそれが出てるシーン、うん、こっちはでもそのなんだろう、距離が離れれば離れるほどややその多元性って減りません。どうですか、こっちって。あのもっとその本あの望月さんが撮っているその他のシーンかな、特に、うん、なんだろう、やっぱりその官房長官の対決のシーンですかね。そこってどうですか、ジレンマみたいなものがもしあったらちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど。まあ、まさしく今指摘された横断歩道のシーンはそうかもしれないけど、やっぱり自分の中でも気づいてないところが映像に現れたりしちゃうわけですよね、うん、なんであれを選んだのか、うん、もしくはカットでどうしてこれを編集で残したのか、うん、自分の中でははっきりしてなかったことがなんか映画として一本の作品として、うん、あこういうことだったのかって気づくみたいな瞬間も多々あるわけで、うん、でそういう意味合いではつまりあの映像は借り物ですから言ってみればね、そうですね、僕が撮ったものじゃないから、うん、だからそれは現れようがない、だからその意味では非常に貧弱ですよね。ただ同時にやっぱり映像ってのは映像そのものが多義性なんです。つまりよくよく見たらなんか喋りながらこの辺の指がちょっと動いてるのが気づいたりとか、うん、いろんなものが見えてきますから、やっぱりそういう意味では確かに文章に比べればまだまだ多義性はありますからね。だから、まあ、だから自分の中のそのなんだろうな、隠れてた部分があらわになるっていう意味合いではちょっとあのシーンとかは薄いけれど、まあ、映画全体通して見てくれればまた文脈ってものが違うものも、ね、確かにそうですね、そうですね、あそこにあれがインサートされることが違う意味を持ったりとか、はいはいはい、まあ、だから全然あのいろんな映像を使うっていうのは僕は全く抵抗ないし、良かったと思ってますけど、僕も実はネガティブな意味で言ったわけじゃなくて面白いなって思ったところなんですよね。というのはその今あの借り物の映像を使わざるを得ないことを引き受けたっていう前提があるじゃないですか、あの距離感があることで、あの達也さんがあの総理官邸前の入りたい入れないっていうあのちょっとブラックコメディ的な警官との押し問答のシーンがすごく意味を持ちますよね。要するにそのあの借り物の映像は確かにその、望月さんがある種その、もちろん視点によって変わりますが、ヒーローという方変ですかね。でも達也さんが否定、ちょっとそうではないんだって否定されたジャンヌ・ダルク的な見方にも見える
あのシーン。ところがあのシーンからこうはみ出すいろんな排他性みたいなものが、そのはみ出す多元性ですよね。それを、引き受けてるのが、あの押し問答なんだろうなっていうふうに見たんですよ、うん、つまりもう映像の質が違うわけですよね、全然、うん、これって僕森達也ドキュメンタリーではなんかこれ初めてかもなと思ったんですよ、この感じ、まあ、確かにあの自分自身 の, その、まあ、サイドストーリー的なものを補助線にしようと、さっき補助線って言いましたけど、それはやっぱりもしかしたらこれ入れないぞと思い出したあたりからですね。はいはいはい、はい、あれってでも本当にあれだけやっても入れないですか？入れないです結構僕も甘く見てた、なんとかちょっと最後入れるんじゃないかと思ってたけど、あ、これは無理だって途中でもう思うんだ。映画見てるものからすると、これ最後入るよなって思う。あ映画的カタルシスはそうですね。ね、どうですか、川村さん、あのその感じって。なんか入れるよなっていう流れですよね、普通の劇映画の文脈でいくと。そうですね、まあ、という私は別のことを考えて、なんかああいうテーマというか、鑑定というね、中にさらに鑑定記者クラブというところが大きくこう立ちふさがっているというのをこうやりながら、映画をドキュメンタリーを撮りながら、そういうことを浮き彫りにさせて、でそれを訴えているというふうに。でこれはやっぱり森達也のなんか、なんかなんていうのかな、手腕っていうかね、そうですよね、そういうのをまあ感じ、まあ自分が登場してそこでこうそういうものを意識させるというか、ということ、これこそドキュメンタリーだと思ってます。だから同型ですもんね、あの役割としては、コメディリリーフでありトリックスターでありっていうような。同型役を買うっていう、常に同型ですよカットしちゃったんだけど、実は隠しカメラ買ったんですよ、はい、あ、そうなんですか。今ね、ここにレンズがついてるカメラがあって、怖い、もう全然見た目わかんないんです。だからそれでオンにして、はい、鑑定の中に入ってそちらの顔をして、撮影しちゃうって手も考えたんですよ、はい、でもこれ入れなきゃ意味ないしかもまさかまあ、撮影無理でも入ることはできるんじゃないかと思ったら、それもどうも難しいってことになって、結局これも頓挫して、だから最後はもう消火器ぶちまけながら中に入るとかね。ああそう、劇映画ならそうだもん。多分映画的カタルシスそっちですよ。それも考えたんだけど、ものすごい敬語でしょ、あのぶちまけながら中に入る直前に取り押さえられて、その話が終わっちゃうし、これはもうどうしようもないやっていう感じでした。隠しカメラ買ったんですか？買いましたよ。それ今ついてないですよ。これは違いますでもすごいですね。じゃあでもこういう撮る側 の, そのハード の, あの進化もあるから、結構武器は増えてる。武器はあります。だから中に入りさえすれば撮れるんですよね、でも残念ながら入ることすらできなかった。それってやっぱりあれですかね、なんか時代の流れみたいなものがあるのかな。やっぱりどっちに、前より厳しい、厳しくなってます、明らかに。そうだよな、どう考えても、やっぱりオウム事件以降だと思うけど、まあこれは別に政府関係だけじゃなくて、普通の企業とか特にメディア関係そうだけど、みんなもこういう ID を持ってそれなきゃ入れないみたいな、あれこの20年ですね。その前でも普通にみんな誰もが自由に出入りしてたんだけど、学校なんかもそうでしょ。もうかって学校ってのはそのまあ言ってみればその町とか村の一つのまあ共同体のシンボル的な存在、誰もが入れたのに今もうまず入れないじゃないですか。だからセキュリティ意識が非常に濃厚になってしまって、まあ、そうした出入りがほぼできなくなってしまっている現状というのは間違いなくありますね。この番組でいろんな映画やって、監督さんにいろんな話聞いても思うんですけども、なんかその不審者っていう主題が結構上がってきてるなと思って、まあ、ジョーカーとかもそうなんですけども、なんかその異物排除みたいなのがやっぱすごい加速度的に進んでるなっていうのはすごい思います。僕大学でも教えてるから学生たちに、で彼らはもう生まれた時からその状況だからわからないけど、駅とか公園のベンチってそもそも仕切りなかったんだよってところから言われて、あれなんで仕切りが入ったか、この20年ですけど、あれはもうホームレス排除ですよね。だからもうそういう
ベンチで横になるような人は異端なんだってことで、そうしたものを街から排除しましょうっていう動きが、まあ、動きというか気持ちですよね。それを要するにまあメーカーの方が察知して、だからベンチのカタログにちゃんとその説明に載ってるんですよ。これで街からこういう人いなくなりますって、この仕切りを入れればって。だからそうした傾向っていうのは実は昔からじゃない、この10年20年なんだよってことをね、うん、若い人もそれに飼いならされてる、うん、まあいわゆる新自由主義ということが、うん、まあだから20年前とおっしゃるね、新自由主義って20年ぐらいだとおっしゃるんですけど、あれで、まあ、コストパフォーマンスとか、うん、リスクマネージメント、うん、コンプライアンスとか、うん、この3つが三種の神器、新しい新規で、若い人ね、特に若い人のサラリーでこう何ですか、ね、教育大学でとそのそうなんか就職して、うん、で六本木あたりの IT 会社を中心にして、うん、証券会社とか、うん、銀行とかそういうのを中心にしてだーっとこの言葉がこう刷り込まれていくっていうか、うん、つまり新しいなんか価値観みたいなと、うん、こうイコールでそういうこう社会のオモグラスさっていうんですか。なるほど。そういうのが、まあ、こう私は思ってますね。だから、うん、まあ、いわば若い人ですよ、うん、我々の心の中ではね、そんなの毛頭ないくて、こんな吹っ飛ばしたらいいと思ってるとはいえ、うん、若い人がね、こうなっちゃっても俺はちょっと厳しいなっていう感じですね。そう、ここで、あの若い人であり、ちょっとその日本以外の外部視点が欲しいなと思って、勝部のプロデューサーがジョ・コウシンさんという、まあ、中国人ジャーナリストなので、ちょっと入ってきてもらおうかなと思うんです。よろしいですか。彼は30歳です。31か。88年生まれ。まさに、まあ、この20年っていう、ですよね。この生きてきた、まあ、まだ若い彼で、で、あれですよね、その日本をちょっと対象化してみれる立ち位置に貴重な人材なので、ちょっとあのジョさんからあのお二人に聞きたいことがあったら聞いていただきたいんですよね。何かありますか。まあ、一番聞きたいのはやっぱり、うん、愛新聞記者ドキュメント上映してから日本の方、特に若い方の感想はぜひ知りたいんですが、いかがですか、今回は。あのね、ドラマの方は若い人が増えてきたんですね、うん、だから最初はもうカレー臭いっぱいで劇場もすごいあの老人を中心にしてあったんですけど、だんだんカップルとか、あ、そうですか、うん、見に来たんですけど、うん、これについてはね、うん、今のところ、3万人ぐらい、うんうん、まあ、非常に、まあ、3週で3万円ですけど、うん、メンタルとしてはダントツなんですけど、はい、あのやや増えてきた。だからドキュメン、まあ、若い人がやっぱりドキュメンタリーに対する、まあ、なんか固い映画じゃないかなというふうに思っちゃってるところと、それからまあ今の風潮というかの中で、まあ、あっちは、まあ、松坂桃李君とかそれが出てるというのがあるんですけど、こちらは、まあ、そういう人が出てませんので、ね、だからまだ分かる。ただ交流とかコミュニケーションとかしたりとかしましたか、若い人ですと。若い人とはコミュニケーションは、はい、まあ、今ですか、この映画。あ、この映画、はい。この映画ではないですね。達也さんどうですか。まあ、一回大学で上映会やったんですけど、まあ、公開する前ですけどね、まあ、試写会か、上映会か。で、もちろん大学でやるってことは、まあ、大学生たちに見てほしいっていう、まあ、配給側の思惑もあったんで、蓋開けたらほとんどが多分平均年齢70ぐらいだからそれはもう、もうその光景っていうのは毎度おなじみの光景で、でも今聞いてびっくりしたんだけど、ドラマの方も最初は年齢層高かったんですか。もう高い高い、まさか鳥さん出てんの。高い高い、本当も驚きました。それがでも若くなったきっかけって何なんだろう、うん、まあそのまあ口コミで、高年齢はだって SNS やんないですよ。SNS、いやだからその、いや若い人と高年齢の SNS をやる人が、ね、でそれがね、だから SNS 恐るべし、うん、つまりテレビは全く無視さ
されたし、うん、そうですよね、うん、ということですね。だからすごい、あの高年齢の、だからあのボヘミアン・ラプソディですよ、うん、あれも確かに年最初はリアルタイム派だったんですが、あれがその中でやる人が、うん、若い人がそういうことで反応し、うん、まあ、昔かっこよかったなみたいなね、うん、あのそういう人たち、若い人いいじゃないですか、うん、憧れてる昔のこのいろいろな文化に、うんうん、そういう人たちが反応しているっていう、そういう感じじゃないですか。だからそれを期待してます、僕は。あるいはまあ少数派 の, その若い人たちが、その発信力が転がっていって拡大したっていうのもあるんでしょうね。だから SNS はもう驚きましたよ、私はもう本当に。だからちょっと森さんもこのこれについて SNS が少ないというのがありましたけど、まあ、あの、まあ、開けてみたらやっぱり年寄りですよ、年寄りですね。内容についてはどうですか、その見た人の若い人の反応ということでいうと、どういった感じになりますか。それがそんなに年齢違っても変わらない、ね、変わらない、うん、だから、そうですね、まあ、なんとなくは知ってたけど、こんなことになってるとは思いませんでした、びっくりしましたみたいな声と同時に、もう2時間笑いっぱなしで、でも最後に涙が出ましたみたいな、なんかそういう、だからそれはもう年齢高くても若くてもそんなに変わらないですよね。一方で主戦場ってかなりヒットしましたよね、うんうん、それはどう見ておられますか。まあ、やっぱりあれも映像の多義性というかね、うん、だからあれは普通に例えば本書店に行ってああいう本探すといくらでもあるわけですよね、うん、でもそうじゃなくてやっぱり映像というものであれを改めて追体験することで、うん、いろんなものが見えてきますよね、うん、それはそれこそじゃあ保守の人あるいはリベラルの人も喋りながらこの辺がちょっと引きつってみたりとか、一瞬ニヤッと笑ってみたりとかね、一瞬どもったりとか、そうしていろんな要素が入ってきているので、まあ、単なる論争だけではない、うん、映画的な空間の中でそれをもう一回体験できるってことの意味みたいなことかな、まあ、あとやっぱりいろんな意味で物議醸したから羨ましいですよね。あ、だからこっちも物議もっと醸したいんだけど、これで川村さんと失敗したねっていうのは、助成金を、ね、申請しときゃよかったねっ逆手に取るって拒否されて、もうちょっと話題になってるだろう、失敗したなって話をしたけど、今ね、あの宮本から決めとか、ね、あの川村さんは別の作品でその辺ご苦労されて、うん、っていう流れもありますよね。今表現の不自由自由を巡って時のプロデューサーだから、まあ、何しろ若い人が、まあ、僕はもう本当にがっかりするというかね、いう場面が多くて、例えばデモなんかさ、うん、あの香港すごいじゃないですか。それからあの、うん、あの映画祭行くでしょ、そうするとドキュメンタリー映画を作る若い人が多いし、そして何を撮ってるかって言うと、やっぱりその国の、まあ、世界各国のそれぞれするそういう政治的な映画を撮るわけですよ、うん、でそこをバッと撮るでしょ、若い人ですよ、でも撮ってる人も若いし、うんうん、デモに参加してるのは全部若い人ですよ。で そういうあの 見てるとね、いやー、日本って若い人がまずそんなことを撮らないし、まあ、今回あのドラマは撮りましたけどね、うん、まあ、わざと撮って、わざと、うん、あのやっぱり若い人が全然ダメっていうか、うん、それジョさんからどう見えますか、同世代か。それも私も結構あのおかしいなと思いまして、うん、でこういう内容の作品ですと、まあ、中国メインラインだと、まあ、まず上映できないっていう話を別にして、上映もしできたらまず見に行くのは若い人です、ね、うん、あの被社会へ の戦いとか、うん、そういう被社会への疑問を持つ方、大体若い時からこそそういう衝突的な感情を持っているんじゃないですか、うん、それがもう香港はまさに今起こっていることですが、でも日本は確かになんかおかしいというか、みんな無関心で、いや政治はどうでも、今僕日本の大学であの勉強したので、政治はどうでもいい、政治はもう関心です、いや分かんないとか、そういう考え方を持てる人はほとんどだから、でももう本当になんか韓国とかも行ったりとかもそうですし、みんなやっぱりまず政治だけじゃ
じゃなくて も社会問題への関心は日本ともう比べられないんですね。とにかくなんか社会が どうなのかをすごく関心を持っていますので、ここは結構一番大きな差ですね。でこんな年寄りが作ってんだもんね、はい、こんな政治的ね、まさにそうですよ。ちょうどあのね、あの東京国際映画祭で令和一期を原和夫さんが撮ってまして、うん、原和夫さん74か、で、あの達也さん63で、川さん70代っていう、このすごいですよね、この60代、70代が実は。三笠帰れ老害ですよ。ジョさんにその東京国際映画祭の時に、ね、インタビューされて、で、まあ、インタビューされて、だから僕は喋ってたんだけど、ジョさんの最後の一言がものすごく心に残って、結構あちこちでそれ僕援用してるんですけど、要するにこう言われたんですよ。中国は共産という、共産党というね、中国共産党という存在があって、自由に言論できない、表現できない、報道できない。でも中国の人民は、まあそれはもちろん知ってると。だからバイアスがあるってことは分かってる。で、日本の場合は中国共産党のような強圧的な存在はないけれど、空気が人々を支配してて、でやっぱり自由に表現できない、言論できない、報道できない。でも空気は目に見えないから、多分日本の人はそれに気づいてないって言われてね、まさしくと思いました、ね、なるほど。ちょっと自分が今どれだけ不自由な社会環境に生きてるか分からないんですよ。だからもう最初から動かないことになっていて、だからどうでもいいんですよ。私は東京国際映画祭の時、原和夫監督にも取材しまして、で原和夫監督が一つ面白い言葉があって、で香港でデモで100万人ですよ、日本であれ1万人でデモと言えますかとか、そういう話も話していて、本当に戦いたいですかっていう話が、やっぱりそれが結構一番真剣な問題ですね。私はまあどちらかというと中国出身で、まあ、子供の時からそういうまあ教育というか受けて、で日本に来て、まあ、やっと最初は中国よりはより自由にいろいろできる国に来たなっていう感じが、でもちょっと今も13年目なんですけど、本当に最近は悲しくなってきましたね、まあ、私もいわゆるジャーナリストとして日本の芸能とか映画の取材もたくさんやっているんですけど、やっぱり結構いろいろな日本の映画会社にも断られたんですよ。でなぜかというと、あれうちは国内の宣伝だけやってるとか、海外とか興味ないとか、そういうちょっとわけわからない理由に断られてしまって、で普通 の映画会社の立場から見ると、外国の記者が御社の映画を紹介するのはすごくいい話じゃないですか。でも日本ってなんか責任問題とか、そういう立場主義問題になっている恐れがありますから、断るっていうことがものすごく多いんですよ。中国のメディアだから警戒して断ってきたってことですね。そうでもないんです。日本国内のイベントだから日本国内の媒体のみ向けとか、そういう話なんですよ。で逆に今結構日本映画、日本の映画会社は中国に売りたいですよ、作品、うん、なのになんか国内のイベントだから事務所さんとか出版社さんとかいろいろ権利問題とかトラブルになる恐れがあるから、とりあえず外国媒体はダメとか、ちょっとこれは違うだろうと思いますね、はい、映画の中にもね、外国人記者って出てますけどね、その辺ってだからどう、現状としてはどうなってるのかな、うん、僕もね、ジョさんからまあいろいろお話聞くわけですけども、多分だから要するにやっぱりセキュリティなんですよね。だから少しでもリスクは減らしたいって思うわけでしょ、うん、で、まあ、まあ確かにリスクはね、減らせる分には減らした方がそれはもちろん当然なんですけど、でもゼロにはできないわけですよ。言論とか表現は絶対リスクがありますから、でもゼロにしたい、じゃあどうするか、一番いいのは言論表現しなきゃいいわけで、ってことはじゃあ取材はお断りしますとか、そういう発想になっちゃうのかなと思いながら今聞いてたけれど、ちょっとびっくりですよ、ね、そうですね。だからなんか自然にね、やっぱりこの、まあ、今ちょっと今女性権問題でガラガラやってるんですけど、うん、やっぱり官僚とか為政者っていうのはやっぱり、国家主義ですね、公、国、
と公っていうのは国民のための公、国国家っていうこと でどっちを優先するかっていうと国国がこうだ、国のお金、まあ、税金でね、税金のお金なのに自分の金だと思って国の金で国を公より優先する。だから国民に対しては嘘ついても全然そのものすごいじゃないですか、この間のこの虚偽というか、全然自分で虚偽とその痛みを全く持たない。で、まあ、憲法をガンガン違反してる。憲法を違反しても法律を違反しなきゃいいっていう、どういう考えなのってことですね。つまり自分たちの作った法律は守らせる。しかしそういう心にしながら憲法を違反してる。このね、なんか歪み、完全にやっぱり自然に国家主義になってる。国を優先してる。国家を優先してるというのが蔓延してると思います。だからそれを、まあ官僚だ、為政者がそうですから、全てが。そうすると それがもう国民の間で当たり前のようになってきつつあるというところで、かなりやばいと思います。そう考えると、でももうそれ世代の問題を超えてませんか？そうですね。でただ一番の、つまりさっき言った、それに対しておかしいと敏感に反応して、おかしいと思う人たちが今まで立ち上がってたわけ、それは若い人だったわけです。それがもうそういうエネルギーを全くないというところが問題です。でも各国ほとんどやっぱりみんなそういう問題はあると思うんですけど、若い人がまず立ち上がりますよね。じゃあ川村さんとしては、本当に新聞記者ドキュメントももっと若いやつが撮ってほしかったみたいな。いやいや、そういうことじゃないですか。そういう今はそうじゃないかな。そういうことではないですけど、これをに触発されて、やっぱり若い人がこういう映画を撮っていこうというふうに思ってくれたらいいなと。だから僕、その今回達也さんが最後に珍しいことをしてるなと思ったんですよね。メッセージを、直接的なメッセージを言っちゃってる、この愛について。これは要は今日お話ししてきたことが理由ですよね。いやでも多義性ですから、あれだって額面通り受け取らない方がいいかもしれないですよ。ただそこまで言わないと、その川村さんのおっしゃってる届く感じっていう強さが出ないんだっていう感じがしたんですよ。自然にやってるんですよ。自然にああいうふうに僕はそう撮りましたね。私はどうやるのかなと思ったら、森さん自身がね、語ったじゃないですか。あんなの今までなかったなみたいな。ないですよね。衝動。でもこれすごく面白いなと思いました。今その達也さんが、いやでもあれ多義性から言うとおかしいんだよねみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。おかしいっていうか、だから森が自分のテーマを言葉にしたのかって思う人もいるかもしれないけど、いや森のことだから、これはその額面通り受け取らずにね、なんかこれもしかしたら トラップかもしれないぞぐらいに思ってくれた方が本当は嬉しいいいなみたいな。でも僕はその二重性が面白いなと思いました、やっぱりあれは衝動的な肉声じゃないですか。で、多元性、多義性からすると違うかもしれないんだけども、愛として俺は言うよっていうところの二重性ですよね。そういう解釈もありますね。いや、でも僕今回はその多義性、多元性っていうのはそのメッセージとしてあるんだけども、これずっとさっきから僕言ってる、実は言ってってることなんですけども、あえて僕ちょっと減らしてる気がするんですよ。っていうのはそのアニメだとか、要するにその小魚の群れ、日本人ってことでしょ。ご本人はそうおっしゃらないかもしれないけど、イメージとしては完全にそうですよ。だからそのああいうイメージ映像をこうやっぱりこう絵として入れ込むっていうのは、なんかその判断があったんだろうなっていう気がしてならない。これまであんまりやってないですよね。だからナレーションも含めてね。だからそれはやっぱり
最初の方で言ったけど、なんで今回ナレーション入れたんですかって、いや、これまでのスタイル飽きたから。それだけじゃない気がしますよね。うん、まあね、衝動的になったんです。まあ、それは面白いですね。うん、僕はそう感じます。まああの川村さん、いろいろ編集、まあ、現場も含めて、さっきあんまり現場に行かないとは言ってたけど、いろいろ噂は聞いてたんでね、まあ、現場編集に相当介入してくるだろうと思ってたんだけど、ちょっと身構えてたんですけどね、うん、今回そういう意味では、すごく放置してくれて、まあ、尊重してもらったのかな。あの初タッグですか、いろんな。初です、初です。そうか、いろんなものを含めても初タッグなんですね。うん、だからまあ、あの自由にさせてもらってありがたかったんですね。もちろん抑えるべきところは、まあ、いろいろこう言ってはきました。まあ、でもそんな作品の根幹に関わるところでは割とこう自分になりたいようにできたので、うん、そういう意味では感謝してますね。まだね、上映、これだから上映ってことに関してはどうですか、やっぱ続けないとっていう感じがしますでしょう。今はグッと上がってきて、今まで15巻だったんだけど、プラス全10巻増やして、今55巻、でさらに今手を挙げてきてる。まあ、60、100ぐらい全国でやっていって、継続的に、まあ、ドキュメンタリーでもずっと継続でありますけど、うん、最初からとっと、今、これからですね、非常にその年末調整になってきて、もうすごい作品がいっぱい出てきたんで、大きな映画館がだん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 こう、閉じていくわけです。だから、ところが頑張ったんですよ。ってここまで行くのかって、だからどこまで行くかですね。大学での上映とかは、そういうこともやっていきたいと思いますね。早めにもうね、まあやっていくし、映画としてはそういうふうにやってるし、まああとは SNS、 いわゆる配信ですね、見てくれることには変わりないですから、むしろドキュメンタリーというのは配信、今配信向きになってますから。そうですよね。配信は早めに始めて、もうかなり配信会社から、手を挙げてきて、そこはやっぱりそうなんですね。すごいやっぱり、まあ逆に言うとね、そこら辺狙ったんですけどね、映画館で話題を作って、最後は配信、配信っていうのはずーっと続くわけですよ。映画館とは途中で閉めちゃうわけですよ。だからそういう面ではこの映画というのは実は配信向けで、継続的にいつもやると出る、もう一回見ようと思ったらもう一回見れるというような映画としてですね、ずっと何年間やっていけるというふうにしたいですよね。達也さん、その見る環境ということに関してはどう考えておられますか、その配信ということも含めて。本音言うと僕は映画館大好きなので。ずっとおっしゃってますもんね映画館が大好きなんだっていう。このサイズで見られるってのは、結構辛い。でもまあもう今の映画の状況っていうのはもう、配信を考えないことにはどうにももう実現できない環境になってますから、もう仕方がない、黙って聞いてます。でも僕は川村さんのそのいわゆる興行のその側面ですよね、それすごい面白いなと思います。でもその難しいですよね、映像のその多元性っていうことをやっぱり確保するって結構でかくないとっていうところも単純にあったりするじゃないですか。その映像を見るちっちゃくなればなるほどそれがキャッチしにくくなるっていう、まあ、ジレンマもありつつ、ただ届けるっていうことに関してはやっぱりそのプラットフォームが変わるとその世代、見る世代も随分変わるんじゃないかっていう期待感があります。私も嫌いです、配信は。言ってしまえば、言ってしまえば、配信で見たことないですから。だから映画館でしか僕は見ない、まあ DVD ぐらいかな、それで見るっていうぐらいですから、やっぱり映画は映画館で見るものだと思ってます。だから常に戦うっていうか、こう早く始めたい配信会社に、待て待てというふうにして、常にそことのこう戦いをやるのが、まあ。制作者としての、今のこの環境、の中ではできるだけ映画館でやっていくっていうのは私はもう同じです。そこは同じです。番組を楽しんでいただけた方はハッシュタグカツベンシネマクラブ、ハッシュタグカツベンで投稿をお願いいたします。カツベンシネマクラブのツイッターアカウントもありますのでぜひフォローください。
ください。あとまあよろしければ、高評価とチャンネル登録などいただければ、嬉しいです。今日は本当特番でした ね、 そうですね。すごい貴重なお話を聞けたと思うんですけど、良かったですね。もっと長くできたら、はい、ちょっと今後ともあの結構いろんな僕ジョさんとお二人のお話もっと聞きたくなったし、いろんな、 なんか問題意識の共有が世代を超えて国を超えてなんか持ってる瞬間見たような気がしますので、ちょっと今後ともよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。